はい、どうもこんにちは、タカキリッチです。さあ、ドラゴンクエスト TV の情報が来ました。まあ、前半はね、ちょっとね、まあ、復習、おさらいみたいな、情報だけだったんですが、まあ、その中でね、ちょっと新しい情報を来てたんで、ご紹介していきたいと思います。はい、パニガルムなんですけど、まあ、そちらの新しい情報が来てました。12月12日、開催予定日となっております。そして、動画もあるみたいなのでね、まあ、一回気になる方はね、見てみてはいかがでしょうか。まあ、進め方はこんな感じになっております。ドン。はい、左手側に、まあ、細かいね、マップが見えると思うんですけども、それを選択して進んでいくって形ですね。まあ、アイテムのマップだったり、ゴールドのマップだったり、素材のマップだったり、敵のマップだったりっていうのがございますね。で、そこで枠が光ってるものがあるみたいなんですけども、その枠が光ってるところは当たりますと言って、まあ、素材とか強化アイテムがもらえるみたいです。そして敵のマークの横に数字が書いてあると思うんですけども、そちらは4人バトル。8人バトルといった、まあ、毎回オートマでね、やられるみたいです。そして最後の大ボスは12人パーティー。もちろん、他のパーティーにデバフを与えたり、回復を与えたりすることも可能みたいです。そして参加券はマックス10回。参加券は入ってから外に出ると消費されて、1回ね、権利でボスとずっと戦うことも可能みたいです。全滅しても、消費はしない。で、1回のプレイ時間では大体いくつぐらいなんですか？どれぐらいかかるんですか？はい、1回のプレイ時間大体20分ぐらいかかるみたいです。途中のボスとかスルーすれば短く終わることができるみたいなので、まあでも1回20分、15分から20分ってしてもそれを10回消費するのって結構しんどいね、週間。さあ、次はこちら、表示装備なんですが、これかなりね、便利だよね。武器だけ表示させない。盾だけ表示させないといった部分的にもね、表示できるみたいです、設定が。ただし、バトマスとか、ああいう片手剣を両方ともね、装備した状態だと、どっちかの方の右手だけ片手剣の表示をなしにする、だとかっていうことはできないみたいなので、それだけ気をつけてください。はい、これめちゃくちゃ驚いたものがあって、アストルティア放送局っていうものがあって、こちら、ドラゴンクエストゲーム内でドラゴンクエスト TV の放送を見れるっていう機能をね、作ろうとしてるみたいです。ゲーム中でしかも白チャットを打つとそれがコメントに反映されたり、コメントをゲーム内で見れたりすることが可能みたいですね。しかも各街で見れて、例えばガタダだったら展望台だとか、まあ、ジュレットだったら、その酒場前の広場なのかな？あそこで見れたりすることが可能です。すごいよね、これ。こんなシステムを増やすんなら他にかも、あ、違う、余計なこと言うな。うわぁ、これはかなりね、ゲーム内でドラゴンクエスト TV を見るっていうことが可能なので、流行るんではないでしょうか。ドラゴンクエスト TV やるたびにね、わーい、あそこの街行ってみようぜっていうことがね、可能なので、これはかなり楽しみなシステムだと思います。いろいろなね、情報はおさらいで出てきましたが、こっから大事、新情報が来ます。まあ、例のね、葉っぱ問題の話もされてたんで、まあ、こっからね、ちょっとご紹介していきたいと思います。さあ、それがね、このテーマになっております。アップデート感覚。さあ、弱体化問題。空も飛べること。バトルバランス、ハウジング、バージョン後アフタークエスト、入手手段がないアイテム再登場についてといったね、お話をされました。最初のね、バージョン6期間ね、少しね、長くなるかもしれないので、ただ、ボリューム的にはバージョン5よりはバージョン6の方がすごいボリュームが出てるみたいなのでね、お楽しみくださいとのことです。さあ、そして次。まあ、世界樹の葉なんですが、まあ、ちょっとね、いろいろお話があったみたいで、例えば個数制限を調整したらどうなんだろう？世界樹の葉3枚といった個数を調整していかがですか？っていうことに対して考えてたみたいですけども、例えば3枚だと、結局ね、4人合わせたら12枚は多すぎる。まあ、あんまり多くないよね、12枚。で、1枚だと逆に言えば、その責任が重すぎる。うん。そのタイミングを使うタイミングを間違えて、なんでここで使ってるんだといったね、まあそういった荒れることもあるんではないかと思い、個数の調整制限をやめたみたいです。
コインボス、シナリオボスでは、やっぱ運営さんはテストプレイをしてて、コインボス、シナリオボスでは大量に葉っぱを使うケースでは想定の強さに足りてないケースだと。こちらの想定する強さで挑んでいただければ不要だと。サポート仲間を入れて倒せなかったこともないといったテストプレイをね、してたみたいで、まあ必ず倒せるかというと、まあ場合によってはね、まあ人によってもそうなんですけど、倒せないところがあるかもしれないので、そういうところはね、皆さんの動向を見ながら調整を要所要所入れる必要があるとの答えだったんです。で、バランス調整を急になぜしなかったかというと、例えばそれをすることによって、バランス調整、まあいわゆる弱体、それに合わせて弱体化するということになると、称号の価値観が変わってしまうので、安易に強さを変えてはいけないなと思ったみたいですね。で、実際小沢さんも正しい判断かはわからないんだけど、迷ったんですが、現時点ではこちらの方でね、やっていきたい。今後ね、そのコンテンツに対して行く人が少なかったり、勝率が悪かったら、こちらの判断で変えていくっていうような調整にしていくみたいです。そして、ユシュカ、ストーリー上でのね、ユシュカの葉っぱなんですが、あれは速度をね、変更なしということです。そして次、空を飛べるのは 6.1 以降になるみたいです。そして、ドルボードで空を飛ぶのではなく、別の方法で飛ぶようにするみたいです。で、なおかつ、飛べるのは、フォーリオンの、一部のみ、アストルティアで飛べません。まあ、なんかでも空を飛ぶ時の戦闘のことも考えてたみたいなんで、空を飛んだ時の戦闘場面もあるっぽいね。さあ、そしてバトルバランスの調整。で、順次職業のバランスの調整を行います。とかよ、それも言ってバトルマスターとか調整入ってないけどね。大丈夫？そして、一部の職業の必殺技を調整します。まあ、天使の必殺技弱いっていうね、やっぱりそういう声も出てたんですけど、安西さんが一括して、戦士は必ず会心だよといった強気な発言もあったので、戦士の調整あるのかな点点点みたいな。そして、なんと、必殺技を新しく追加するみたいです。各職業に。で、なおかつ、朗報です。カメラワークが飛ばせます。これが嬉しいよね。必殺技カメラワークがあることによって、その間にね、隙ができて攻撃されたりしたっていうね、場面もあったので、カメラアングルがね、はしょれるとね、かなりいいですよね。そして、ハウジングについて、なんと、より求めやすいマイタウンが来るみたいです。はい。といってもね、まあ、1億ゴールド前後の値段。まだこれは決まってないみたいですけどね。で、住宅村、まあ、いわゆるオルフェアのトゥーンタウンをベースにしたマイタウンだとか、各住宅村のああいったベースをしたマイタウンができるみたいです。ただし一部の機能は持ちません。その一部の機能っていうのは説明がちょっとなかったんで、今後ね、ちょっとまあ期待したいところなんですけども、わ、結構いいよね。サブに欲しいな。で、レンダーヒルズも、これでもしかしたら、まあ、安くなるかもしれない。考えときましょう。といったね、安西さんのお言葉がありました。そして、マイタウンメダルで、例えばマイタウンが1000枚だったら、まあ、このね、マイタウン、より求めやすいマイタウンは500枚ぐらいで、考えとくみたいなことが話がありましたので、まあ、気軽なね、マイタウンが、出現するといった形でしょうかね。さあ、そしてバージョン5のアフタークエストで、兄弟姉妹のその後のクエストを作成中で、で、それを多分クリアしたらなのかな？兄弟姉妹にあんなことしたり、こんなことしたり、ドラえもんかよって。あんなこといいな、できたらいいな。違う。まあ、あれなんだよね。適当に作った、まあ、兄弟たちも中にはいるでしょう。まあ、そういったね、兄弟たち。まあ、今ね、バージョンを進めることによって、まあ、情とか湧いたりして、あ、もっと本当に本気で作りたかったな、とかって思ったりしてる方、いるとは思います。まあ、その兄弟に対して、何かね、まあ、予想なんだけど、ドレアができたり、ね、家に住ましたりすることができたり、っていうようなね、ことができるみたいです。さあ、そして最後に、これ、入手手段がないアイテムが再登場。
過去に開催したキャンペーンやコラボのアイテムなど、一部大人の事情で難しいものありますが、適宜調整を続けていきます。まあ頭の中で浮かぶのはブスゴンカプセルが皆さん思い浮かぶんではないでしょうか。ただしブスゴンカプセル再入手できるようになるからって言って、今の値段で急に値崩れするような入手の方法ではないみたいです。結構難しめ、難易度が高めな入手方法にするみたいなんで、できれば今の値段を保ちながら、プスゴンカプセルを入手をできる、ことを考えてるみたいです。やっぱり葉っぱに関しては、まあ、今後ともね、もう運営さんはこのままレアアイテムとして扱っていくっぽいのでね、ちょっと頑張って慣れていくしかないですよね、このままで。でそれでまあ勝てない、勝率が悪ければバランスをね取ってボスをねやっていくっぽいのでね、まあその辺にね皆さん期待しましょう。はい、まあハウジングなんかもかなりね欲しいよね。めちゃくちゃ欲しいと思った。このプチマイタウンみたいな感じだよね。さあ、まあ明日からバージョン6ということなので、皆様来たるバージョン6を精一杯楽しんでプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。